旦那の火事だ。
旦那にはかなわねえ。女の尊厳をまるで苦労するだ。うち三遍立て続けないぜ。今度は負けませんぞ。ええ旦那、いつまでも十文二十文の勝負じゃ面白くねえじゃねえか。今度は人大きく買ってくれない。用意の金は50両。10両までの勝負ならいくらでも引き受けますよ。さあ、旦那、買ってくれない。では、1両張り返しを。1両さあ、お花だよ。旦那、ガチャ5両にしてお返しをしますよ。よし、行こう。うせい。取ってるし。ぐるぐるやったら、ちょっと行ってみい。旦那、どうか、やってみない。あ、そうか。旦那、惜しいことしましたね。じゃあ、いくら頂戴します。どうです。今度はこの片岸、二両と半で。おいしなせって、わからんでいいかな。おい。うん。旦那、あんな若造の言うことなんだ気にしねえで。どうです、今度は2両と張りになったら。いや、一つ今度は10両と張り合いで。10両はい、10両。その代わり、あたしやがては50両でございますな。そうでございます。10両張って旦那がおかしいなら、50両にしてお返しをします。じゃあ、10両お話ですね。はい。へへへへ。ええ、見たか、こんにちは。どっかこの日だ。土屋千両、宵越しの銭には使わねえって、辛いんだ。君たち、この旦那の爪の中でも煎って飲んでくる。じゃあ、もう一度念を押すが、俺の赤ちゃん、この10両の金は50両になって帰ってくるんだったな。ええ。いや、いいか。いいからやってくれ。そんなわけで、まんまついつのイカ様に引っかかりまして、イカ様氏がイカ様に引っかかってるやつ世話ねえや。すいません。親分からお借りました50両と、あしのり一億人二両場が。お帰ろ、俺たちどれ見てもかぶってきやる。どけよ。出てご苦労。今夜は四十三件じゃなかったんですか。いやいや、四十二件。いや、確かに四十二件。間違いありません。どうしたい、娘さん。ああ、男が二回来てるってわけだね。呼んでやろうかなんて男だよ。あの、ひろちゃん来てませんか。ひろちゃんって誰だい。ひろ太郎って言いますの。ひろ太郎、聞いたこともねえ野郎だわ。ここに来てるんですけれど。よし、聞いてやろう。待ってね。どれ。俺だよ。あら、あんたお帰り。おりましたら、兄が迎えに来てるから、すぐに帰るようにおっしゃっていただけませんか。なんだ、おめえの弟か。うん。どうしたの。芝居やってるの。ああ、今夜も夜通しやるんだって。ひろちゃんって来てやる。ひろちゃんって誰のこと。あの子の弟だって2階に来てるんだよ。ああ、そう。勝手に2階上がって聞いてこないで。いいよ。俺行って聞いてきた。おう、ひろちゃんっているかい。あれさんが迎えに来てるって。ひろちゃんって誰だ。あ、今夜ひろこ来ておりませんよ。そうかい。じゃあ、行ってよ。今夜はまだ来ていねえそうだよ。トラコのところじゃねえか。あの、駒込屋のトラコよ。知らねえのか。この近所で他にまだこんなところございますの。うん、あるとも教えてやろうか。先生、今の人誰だ。なんで知らんのか。
田波さんの。それいやおめえ。あれが高知山宗春ってんだ。配送の中元部屋とその小物屋の裏と、その近所のドバッシーや、まあ、そのくらいなもんだよ。ご存知ありがとうございます。気持ちが分かってるね。え、よく存じております。かわいい娘ね。おう、さっき親切に教えてくれたのはおめさんだったね。おなみは金が抜けたまっておりまして、お顔を知らないもんですから恥かきました。何恥なもんか、ほらおめに礼がいてくれない。ご冗談を。まあ上がれよ。上がんなさいよ。なんて言うんだよ、おめ。失礼いたしました。あ、しゃあ、しろと。直次郎と申します。お見知りおしまいになります。さあ、なおか。近づきの印に一杯どうだい。ダメよ、若い人にそんな近所飲ましてかわいそうよね。いってがらいいや。ダメよね。いいってことや。どうぞ。どうぞ、いけるね。ええ、一緒や二緒なら。そいつは話せる。まあ、知れたにかきによらないもんね。うん。酒はねえぜ。いい方つけてくれ。あるかしら。なきゃ酒屋叩き起こして買ってこい。だって、酒屋さん二つきも腹が滞っちゃうんだよ。情けないこと言ってやら。人だるの戸屋にじゃ買っとけ。商売じゃねえか。おう。ごうせんねん。何か買いてんのがあるなら遠慮しずに行ってみよう。他のうちだ。何でも買ってやるぞ。あら、そう。私、羽織がもう一枚欲しい欲しいと思ったんだけど。よし、買ってやる。他にねえか。それから、奥にある茶ダンスね。実は、どん屋さんから借りてるのよ。借りてるなんてケチなことは言えない。買って買って。でも人手が足りないの。女の子を一人雇おうと思ってんだけど。よし、俺も買って。あれだ。申し上げにくいんですが。ケンさん、また負けたのね。もう、全然逃げられた。で、これで、中ばかり、お借り願えないでしょうか。よし、俺らがってやる。取ってきない。え、そうですか。ちゃんと、わかった。すいませんでした。あら、ありがとうございます。あんた、去年買ってもらったあの帯ね。なんだ、帯か、はい、ああ、買っちゃえ、買っちゃえ。そう。今夜は俺は何でも買うぜ。なおさ、これから一つ中へ繰り込んで、花魁なんぞを買ってみるのもオチじゃねえか。そうですね。お急ぎで、カゴに行ってほしいって言う。あんた、カゴだけは買わない方がいいわ。カゴはね、買わなくても乗っけてくれるの、分かってる？さあ、どうぞ、飲めよ。そんなにおまんしょでいいよ。私がつけるわ、いいでしょ。やだよ。なんて、こんな子供に。どう？いねえな。これでなかなかこいつは制したもんだぜ。私がそんなに大きいよ。ああ、出会いがないなんて。それだわな。めんどくせえさ、これでしてどうだ。大丈夫。何こいつはこれでこんな顔してて一緒にして平気なんだ。あら、ほんと。どうね、停止したもんだ。早かった。どうな、おめえのことは馴染みの女があるんじゃねえのか。まさかね。いや、生さんのことはわからねえか。馴染みになってるね。なら、隠さなくたっていい。本当ですよ、馴染みなんて。こんなとこに来るの初めてなんでしょ。おう、奈緒さんどこ行けんだ。親方、俺はまだ酔っちゃいねえんだよ。ひろちゃんじゃないわ。やっぱりひろちゃんね。お兄ちゃん。そう。おみつよ。あんた大きくなったらね。すっかり違ったわ。ちょいと、あの人驚くじゃありませんか。まんちゃんは？姉さん、相変わらずだ。なあなあ、何色の女がねえだろうな。それ、人しかでもいるじゃねえ。違うんですよ。違うのよ。私たち、
子供の時のお友達なのよ。へんまり。おいらも見受けするってわざして。うん、おいらも見受けするといえば大した金だろう。あ、500両だよ。あんた、あのケチンボがよくそんな大金を出す気になったな。バナナ。バナナ。おかえりなさい。おかえりなさい。おかえり。よし。え、俺がこの破れを発生できたのは確か昨日の朝だってな。え、昨日じゃありません。何？おとといの朝です。バカ野郎。俺だってそこに行く。え、ノリがないのか？ええ、もうねえんですよ。大陸のは難しくてね。ノリならわしが買ってきてろ。先生も？うん。そうですかい。うん、これは金子です。北村さんです。どうしたんですか？先夜は失礼いたした。どうも。実はこの娘に少々話があって訪れた。話って？いや、それが弱ったことができたのじゃ。うなぎさんどうかしました？どこにおるんですか？いや、今弟を探してくると申して出て行った。北村さん、これは一体何事です？いや、何を隠そう、天下の一番でな。あんたもご存知と思うが、わしのこの刀。なかなかよくできてますな。うん、竹道ですか？いや、とんでもない。これこそ北村家の宝。先君より拝領いたした村正の名刀じゃ。そうですか。ところが昨夜、不覚にも小塚を盗まれてな。そう言われれば小塚がありませんな。うん、誰に盗まれたんですか？ここの娘の弟と申すやつじゃ。どこです？あいつならそのくらいのことやりかね。いや、このことがもし万一殿のお耳にでも入れば、切腹は免れん。腹を切るんですか？それは大変ですな。いや、もうそれで弱っとんのじゃ。弱りましたな。うん、次に北村さん。うん、あんたおいくつでしたかな？年か。今年53だ。53。人生は50年と言いますな。人間53まで生きれば出来のいい方ですよ。あ、太陽、どこ行ったの？では今度は小塚を処理、金と銀で細工はしてございます。さすがお侍の持ち物だけあって、多少商人の持つ品物とは全然わけが違うよ。おがよならこんなところで叩き気をするような品物ではございませんが、これこそ泣きの涙で売り出したこの小塚、まず品物を手に取ってよくご覧くださいまし。はい、大丈夫、せめて三両に売ってくれよ。僕あんまり大したもんではないな。ではただいま村に見えましたこの小塚、さあいくら、さあいくら、さあかった、さあいくら、さあかった、いくら、さあいくら、えー、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 いくら、1両、えー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 、2両、えー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 、2両、2分、
そのお武家様に対してどんなお詫びをしていいのか困っております。そうだろうって何、今夜にでもお前さんの弟がここに来たら俺が引き受けてすぐに返すようにするから。お願いいたします。はい、どうだろうっていうのね。え、どうもお邪魔いたします。ちょうど今いらっしゃるから早速連れてきます。あ、健太さん頼むよ。出てた。有名な人ね。おめえ、本当にシロちゃんってやつ知らねえのか。知らないね、そんな男。今の娘さんの話じゃ、毎晩のようにここに来てたって言うぜ。おめえ知らねえはずはねえと思うんだ。奈緒さんにってあいつのことは知ってるだろうな。何の話してんの。何の話ってお前、さっきの娘さんが探してたあの白太郎って男のことじゃねえ。あ、呆れた。あんた嫌に気にしてんのね、その男のこと。だってあの娘さんがかわいそうじゃねえか。兄貴、何言うんだ。お、奈緒さん元気だ。奈緒さんどこ行ってたんだ。おめえに聞こうと思ってたんだ。おめえ白ちゃんの男を知らねえか。白太郎って男。白太郎知ってるのか。いや、別にその知ってるってことの中じゃないんですけど。今どこにいるかわからねえか。ああ、今どこにいるか。何か俺にご用ですか。何、今そいつの姉さんが心配して訪ねてきた。どうしたの。これよ、瀬戸物を立てるがね、今ここに脇。よー、将棋屋のあんちゃんだね。これお店に対した親方の住まいちゃっていいじゃん。一番やろうじゃねえか。もう一度将棋盤持ってこい。冗談違いない。じゃあ、行ってみますね。まあまあ、待てよ。おめえに聞くとわかるだろう。もしやおめえ、シロちゃんってやつ。え、シロ太郎って。え、シロ太郎。そうだ。やれちゃん、軽かしちゃいけないねえや。なに。シロ太郎って男は、じゃあ、関係ない。ごめんなさい。どこ、おめえ何してるんだよ。お兄さん、俺はヒロコじゃねえぜ。俺の名前は直次郎ってんだ。覚えておいてくれよ。隠し立てをするとためにならんぞ。しかしいくら探してもいないもの。うん、いないでは済まされ。そんなことで都内の申し訳をできますか。うん、この上は南の町奉行をわしから直々に訴え、この女の弟を捕まえてみせる。田村さん、あんたのようにそう慌てなくてもいいと思うな。今夜にでも帰ってくると思いますから。せめてもう二三日だけ待ってみて、それで知れなければ仕方がありません。あ、その時は身を調べ伝えるなり、腹を切るなりなすってはいかがですな。よろしい、二三日待とう。他ならん金子さんのおっしゃることだ。待ってくれますか。いや、さすが北村さんだ。ありがとうございます。きっと小塚を探します。その代わり三日経ってまだ小塚の帰らぬ時は町奉行に訴えますぞ、金子さん。今の南町奉行は誰でしたね。さあ、加藤さんだと思いましたな。お、そうだ、加藤だったな。お、ご存知ですか。三度会ったことがある。加藤なんと言ったかな、あいつは。清正でしょう。おう、そうだ、加藤清。うん、とにかく3日経っても国家の戻らぬ時は、町役人が取り調べに来るから、そのつもりで言いなさい。うん、金子さん、ごめん。何、表沙汰にすればやっこさん首が危ないんですからね。いや、めったに奉行所に届けはしませんよ。大丈夫。先生、何かあったんですか。お、牛か。あ、そうだ。私は海苔を買いに来たんだ。お、何だ、海苔だ。先生、今のお侍に言ったら何ですか。いや、何でもないんだよ。海苔さん、何かあったのか。そんな、つまらない小塚お前、有料も出して買うやつないよ。大体もったいないよ。貴様が根をつけたのが悪いんだろ。根をつけたって、俺の最初つけたのは一両じゃないか。こんなのはね、こんなのはね、一両が相場だよ、こんなのこれ。え？こんなのに十両も出すバカがないよな。わしは十両で買う前に貴様七両にと言ったじゃない。俺はね、俺はおっさんがね、その前に七両って言ったろ。貴様が五両と言うからわしは七両と言ったんじゃろ。そんなこと言うけどお前さん、その前に何て言ったい。三両三両って言ったんじゃないか。そもそもわしが二両で買うときに貴様は黙って引っ込んでればいいんじゃないか。貴様が二両二分と言うから悪いんじゃないか。そうそう、なんだ。大体ね、
これは違うだろ。ほら。この前だってそうやねんかい。ほら。なんなんなんで。これこれ。おとといに。ご了承。何？ご苦労様。ご了承。中の家にご両親はお口論などなされた。はい。実は私めがこの小塚を買い求めましたの。小塚？はい。わしも小塚を探している。あ？あ、小塚屋様。うん。では、この小塚はいかがでございます？実は本日友達より金20両にて買い求めました。あんな20両だわよ。なかなか立派な小立ち物でございます。他ならぬ小塚屋様のことでございまするから、買い求めましたる金20両にてお譲りいたしてもよろしゅうございますが。いや、わしの探している小塚はこんな安物と、およ？あ、何が？なるほど。お気に召しましたか？まがいものもここまで来ると、いや、立派なもんだ。本物と変わらん。どこで手に入れたの？ほれ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 。あそこだ。いえ、実は私の友達が、家の宝といたしておりました大切な品物でございます。もちろん偽物ではあるが、しかしなかなかよくできている。わしじゃからこれ偽物と見抜いたが、素人には全然わからんね。はい、ご敬願のほど恐れ入ります。いくらと申したの？金20両でございます。よろし、30両で買いましょう。え、あの小塚様が30両。いかにも30両で買いましょう。その代わり、これが偽物であることは誰にも言うなよ。はい、承知いたしましてございます。いいんですよ。はい、払わすかってよろしい。どっちみちわしの懐に見たい一文だって入るわけじゃない。よし、親分に言うなよ。じゃあ、お前んとこ来たおけ、あれ一体なんだい？なんでもありません。俺、暴力に訴えるとか言ったよ、ったの。また白子のやつ何かしでかしたんだろ。あの親父も困ったもんだね。もう言った。あんたに尋ねたいことがあるのよ。尋ねたいのってなんだい？実はこの俺、白ちゃんちっともうちに帰ってこないの。そうかい。ほら、今日白子に会ったよ。え、あんた行けってこと言ってこいと、やっぱりあの坊主のところにあるんだよ。坊主って？白子のやつ、変な坊主、これになってやんだよ。あんた、入ったよ。あの坊主、来てたんだよ。今度、こんなところに店出していたのか。じゃあ、俺ママだけ一杯ごちそうになろう。ジョギア、今夜店を出さねえのな。あなた、油断してきたら買わねえぜよ。おいら、次は僕です。あなた、ごめんなさい。こんな一人で大変だね。ひろちゃん、子供の時、それはおとなしくていい子でしたね。そうかい。弟さん、まだ帰ってこないのか。困ったもんだね。どうして家庭に暮らしてくれないんでしょうね。帰ったら、一つしんみり意見してやるんだね。私きっと、お友達が悪いのだろうと思いますが。そりゃそうだ。では、あんたの弟は毎晩のように俺のところの2階に来るそうだな。よくないことだ。俺の口から言うのおかしいが、あんたはまともな人間の来るところじゃねえ。お願いですから、ひろちゃんを返していただけません？あの子、生まれつき人がよくて、気が弱い。とてもあなた方のお仲間になれるような幸ではございません。そりゃそうだろう。あんたの弟だ。およそ俺たちとは縁の遠い幸に違いない。ひろちゃんを返してくださいね。お願いしますわ。私のたった一人の弟です。変だね、お前。どうやら俺が弟さんを知ってて返さないようなおい、親方、そんな子供をくどくなよ。なんだと？これだな。おい、
フロントから50両の金を巻き上げたのはお前だろ。俺ならどうした。いい度胸だ。向こうまで貫かしてもらおう。今の話が気になるのは、俺はこのお侍とちょっと話をしてくるから、後でゆっくり行ってくるよ。どこ行くの？いや、おなみさん、来たらいかんぞ。すぐに戻ってくる。おい、これやろう。おい、これ持ってろ。いや、頼むし、心配するな。なんだ、おめえ、片足が短けえな。バカ野郎、この片足に名前だけだ。気の悪い奴を相手にするのが大人げないな。その代わり腕はしっかりしてるから安心しろ。行くぞ。先生、お、おなみ先生、こんなことなかった。いや、大丈夫、心配することない。危ないから寄っていいか。そっち行って、そっち。危ないから先行って。さあ、行くぞ。お、おなみさん、どうした？今日切ったね。そいつはいけねえ。おい、喧嘩中した。よし。傷薬はねえか。ああ、ないから傷薬を買ってます。玉の油を買ってます。玉の油先生、あれはダメだよ。あんなもん全然来ちゃいけねえよ。バカ野郎、なんだって金傷なんぞってるんだ。いいから早く買ってこい。早く買ってこい。お二人とも、すっかり仲良くおなりになったわね。うちははじめ森田屋の一家、あんまり評判良くないからな。あの奴の金ならいくら取ったって構わんよ。お前、森田屋の用心棒だろ。うん、他にすることはないからな。ああ、お前ほどの腕で。俺ほどの腕って俺の腕知ってるのか？あっち、その長いのをスライドのいた手に屋には俺は少々驚いたよ。そうだろう、俺も驚いた。いや、この刀買ってから二月になるのだが、抜くのは今日が初めてだ。我ながらよく抜けたもんだと思って実に驚いたよ。ああ、切れたようだ。あ、おなみさん、もう一杯。ゆずめさん、さっきの話を聞こうじゃないか。弟俺はどうしたって？うっさんに聞きましたの。この頃ひろちゃん。いつもあなたと一緒にいるって。俺と一緒にいるのはナオって野郎だが。そういやナオの野郎おかしいぞ。こちらの親方、甘酒が好きだった気がするんですね。親方、甘酒がお好きだったね。うちの人甘酒を飲むの？それごろじろ。何もかも知ってるようでいて知らねえのがこの道の常と言いましたね。飲んだし。なんだって？いえ。甘酒が飴ってんで。何も姉さんぞ。怒らなくたって。先生、そうしておしゃらかすもんじゃないよ。私はね、これでもお前さんには随分親切にしてるつもりなんだけど、もっと素直に物は言えないもんかね。そう、無理になられちゃ、なおさらあっちも話が聞いてんじゃ。ほら、この間、ヒロってのを訪ねてきた娘があったでしょ。あれが甘酒屋の娘でさ。ね、こんなことは親方に言っちゃいけないんで、これはもう、僕内の密密って話なんですが、親方が飼いがってるナオってやつは、本当はあの娘の弟で、ヒロって言うんだ。ヒロ太郎って言うんだ。何、心配することはねえさ。こちらの親方に頼めば二つ返事だ。ちょっと待ってくれ。あ、姉さん、こんばんは。こんばんは。早く言うかい。親方、留守だぜ。あ、姉さん。姉さん、また来ます。すみません、今夜泊めてもらわないでしょうか。なおさん、ご無理申してすみません。お断りしますよ。お断りますよ。もっと、お前さん、ひろたろってのは本当の名だってね。おめさん、せっかくここを頼りにしてきたもんですから、今夜だけでも泊めていただけないでしょうか。ごめんね、こんな感じじゃなかったんだけど。何？いいのよ。帰ってサバサバと、諦めやすい子いいのよ。これ嫌いなの、親方がいると、よく言ったんだがな。どうせこのままじゃ済まない。どうしよう、目を見て。ぼっちゃん、私も、覚悟を決めました。覚悟を決めたって？お姉ちゃん、お前死ぬつもりなのかい？ええ、どうせ生きていても、のぞみの場合、体ですし。よし、俺も死のう。
何いいんだよ。どうせ行ってだってしょうもねえ俺だ。みっちゃん、一緒に死ね。いえ、行けません。あなたを殺しておく。何さんに申し訳ありません。何いいんだよ。姉さんなんかいいんだよ。今ゲッタです。はい、なぜちーちゃん、遠慮しねえでずっとええってけど、汚ねえところだが、我慢してもらって付き合いの印にってやるとしよう。おふみちゃん、なんか見つころってくれ。この人はな、今そこの夜店で知り合いになった人なんだ。ああ、仕掛けてよし、ありがとう。ノーはまだ消えらんねえか。ノーさん、うん、おいつにちょっと用があるんだわ。ノーさんにね、そりゃそうですよ。おう、おめっこい来て挨拶しろよ。いや、おかしなやつだな。ちょっと待って。早く行ったよ、白太郎って言うんですよ。ね、よく知ってるんだね。知るもないもんね。私はね、お前さんが甘酒を知ったら知らなかったよ。うん。甘酒はどうしたっけ。知らばっくれないかげんしたらどう。甘酒は好きなって結構ですよ。いや、誰かに焚きつけられやがったな。面白くもない。なお、なおさんってこの間の娘さんですよ。みたいなやつ。何やるんで。てめえさっきからそんな料金で口を聞いていたのか。せっかくだが一旦出かけるとしよう。そう、姉子の気分の悪いわだし、わしの方はなんだ。何を言うんだ一旦。お前さんには気の毒だが、どっかへ貸しを借りて飲み直そう。お前さんどこへ行くの。こちらも専業の時期さんだ。お前さん、この間の人だね。お入りなさいよ。いつもお邪魔に上がってすいません。いいえ、何かよ。コーチ山さんのお味でございます。おや、うちの人に用があるんですか。いつもお世話になっています。弟もひろ太郎のことで今朝来るようにとおっしゃいましたので。ああ、そう、奈緒さんって言うんだね。今時の若い人って本当にずうずうしいもんだ。家でも来たことはしたんだわね。ひろちゃん来ましたか。若い人を連れて気持ちくれてきたんだわ。うちの人も留守だったし。ひろちゃんどうしました。どうしたのかね。うちの人は家から帰ってこないし。高知山様お留守でございます。お前さんのとこにいるんだろ。センさん、ガンゴロの女の子って虫も殺さないような顔してるけど、なかなか隅に置けないもんね。本当ですよ。ちょっと見ると子供みてえで、そのくせ大の男を手玉に取るんだから、女なんて魔物でさ。それで池シャーシャーと私のところにからかいに来るんだからね。怖いよな、モルスは。姉さんは人がいいから黙っていなかったな。私だってね、女だからあんまりいい気持ちはしないよ。姉さん、すげえ腕だね。ケンさん。え？その子にあんまり相手になると。うちの人に叱られるよ。なるほど、親方にね。おじさん、わかり伊勢がいいな。何が伊勢がいいもんか。おそっぽらからおめえ、縁起のいいのにお目にかかって震え上がってるんだぜ。おお、何かあったのかい。おっとこの騒ぎじゃねえよ。俺らの土台もんよ。俺らの土台もん。うん、アイランの土台もんか。うん、じゃあ一つ、オイランの土台もんのためにって行こうか。ああ、オイランの土台もんか。俺がとったの前だが、すげえほど綺麗な女だ。うん、俺をこう抱き上げたとき、あっかみ笑いが出たね。ああ、真珠だな。
真珠の片割れの天使は真珠の片割れの天使どうせ、いつ帰ってきたの？あんたどこに行ってたの？あたしどんな人あったか知れないのよ。ねえ、ひろちゃん。少しは姉さんの気持ちにもなってくれたらどう？あ、どうしたの？いませんね。さあ、こちらから。おめでよ。おい、おなみだ。おなみだ。いつなったんですか？そう。涙。記録は消してるだろ。いいえ。そんなじゃねえんだな。いいえ。なんかひろ太郎が。他のことじゃねえんだ。ひろ子が大丈夫ってことをしやがったんだ。そうだよな、消してるだろ。そういったところで始まらねえんだぜ。いいえ。弟はこの頃、ちっともうちになりつきません。何かひろ太郎が俺の見受けした道取りという女を連れて逃げ出しやがったんだ。小僧上がりの城にそんなことをされちゃ俺の面が立たねえ。おい、おなみさん、おめえだってうちの親分のおかげでその日の暮らしが立ってるんだ。そのご恩を忘れて恩をあだで返すような真似したひろはな、見つかり次第腕一本足一本へし折られるんだ。なお優しいことだ。おい、うし、よせよせ、女にすごまんこう言ったところで始まらねえ。おい、娘だ、本当に城は帰ってこねえんだな。はい。親分様、弟が帰ってきましたら、どんなことでもお詫びをさせますから。おめえ、そっちからお詫びるとか勘弁してくれとか言ってるが、三つ年という女には、300両という金がかかっているんだぜ。300両？ 300 両だ。どうだ、金の工面がつくか？それにね。え？なんとかなりそうじゃねえか。なるほどね。なるほどね。おい、おなみだ。300の時は大金だ。おめえ、とっくりと自分で自分の体に相談してみねえ。もし金ができねえやなら、うちの親分のところに相談しねえ。うちの親分はお自分系を人なんだぜ。ごめんねえ。
出ないぞ。お前さん、また悪いの？僕ほど目立ちたいからね、体だけで。ほら、気づくんですか？どこをロケしてんのかね。ご心配でしょ？ただやこの駅じゃ、どこにどう転がっておじゃと、こちらが。健太さん、いい加減に落ちてよ。この頃も知らねえですね。やっぱしあるかやねんね。健太さん。なんだ、兄ちゃん。あんたそこに誰か来てるわ。誰か来てる？どっか女か。女の人よ。女だ。俺なんだよ、お前。あ、あれなんだ、驚くじゃねえか。大変な様、迷子で。なるほど。どうも大切な店ありましたな。いやー、食ったなぁ。飲みも飲んだな。鬼の粉筋より長いの。ああ、驚きました。手前の店が始まりまして、以来のお客さんでございます。俺にしては安いな。自由にいるお人にいるか。え、さようでございます。ありがとうございます。しかし、ぜひ、金がない。借りておくぞ。ご冗談だ。いや、金券だ。これ、なおから困ります。では、俺の家まで一緒に行く。行くか。はよ、行くぞ。どうだいった、うん、どっかで一杯やろう。うん、そうだな。ご冗談で、旦那、手前の方のお勘定を一つお付けになって。心配するな、貴様も一緒に飲め。どっかでやろう。いや、待て待て。いや、しゃあ、いくら飲んだって金払うのだからな。はあ、いや、どこで飲んだって同じことは、あんまり森戸屋の方へ帰らんとって、君が心配だからな。じゃあ、私一度帰ってくるわ。じゃあ、分かるよ。じゃあ、また改めて飲みな。じゃあ、また飲めな。じゃあ、おい。うちの真んところはおかん盛りときてるから、払うか払わないか責任は持てないぞ。え、旦那、手前にあ、ご苦労。あれさん、この前お借りして、どうもありがとうございます。ファイトな景気だね、健太さん。そう見くびったまではございません。北の風が吹きゃ、南の風も吹きゃったので。あの後は叩き打ったんだね。まあね、ご推理に上がれよ。これ、昼のやつにこの私も。やっぱりそうだね。あれさん、このことは、親方ではなしですよ。うん、分かってるね。じゃあ、あれだ、また帰れ。あれだ、おらだ、蹴ってたで。あら、お帰りなさい。おかえりなさい。あれだ、あれさんが最初、弔問出したで。お帰りなさい。随分心配してたんですよ。待ってみよう。ほら、お前さん、誰か来たの？まだ、まだ、俺の後からくっついてきたんだ。お前って何？ヘンマだ！あれだね！先輩さん、どうもお恐れにあ、愛すぎません。導入会しますよ。本当にすみませんね、こんなところまで足運ばせて。はい、ありがとうございます。12時はリーブいただきます。これはね、お前さんのお出汁だ。あ、そうですか、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。さよなら。さよなら。うちの間のところ、だいぶ風向きが変わってきやがったな。ってなようだが、それだけはちゃんと心得ててもらわねえと困るんだがね。あ、心得ておきましょう。抜きはこうして、大勢の人間買ってあるが、一人だって無駄飯を食うやつありゃしねえ。ああ、無駄飯をね。はあ、そうですか。ちょっと先生に使いに行ってもらえてんだがね。あ、そうなんだ。用が済んだら OK ってもらえてんだ。我慢めっちゃ。いや、わかりました。そして、使いと言いますと。おなみとは言っておらん。おう、おなみさんのことですか。いやー、いいですな、おなみさんのとこなら。森田屋から来たが、昨日約束した300両の金をもらえてってね。え？親分、もう一度お尋ねしますが、今何とかおっしゃいましたな。300両の金をもらってくれて言ってるんだ。300両。世の中をすることはねえじゃねえ。おめえさんは金を取ってくればそれでいいんだ。親分、ちょっと伺いますが、300両の金というのは、一体どのくらい集まったら300両になるんでしょう。3文5文の甘酒を売ってるおなみさんのところに、そんな金がありますかな。いくら親分の言いつけでも、これだけはそれに行こうか、おらしいござんすよ。いや、行くこと！わしにごめんなんだろ。なんだお前は。根幹を返せ、根幹を。わしの生命にもかかる根幹だ。この根幹か。まだあんなこと言ってるんです。いや、行くこと！
しはな、ご遺体掲示も行うぞ。ね、頼む、この度、おにぎり、大福。おかしくて、あんなもんいつまで持っていられますね。もう、北村さん。あ、金子さんですか。どうしたんです。どうもこうもない。恐るべき小僧だい。物の価値のわからんということは、実に罪悪ですな。ははそもそも、これはですな、殿より拝領の一腰、もらったといえ、いつ返せというかわからんですからな。さよさよ、殿様というやつは、だがっことこないんでね。機嫌のいい時は物をくれたがるし、そうかと思うと、すぐ返してくれるよ。そうですよ、そうですよ。そして、いつ腹を切りますか。いや、金子さん、友達の休みで、あの小僧を一つ説得してくれませんかな。おい、ひろこ、わしはあまり人に説教はできん方だが、物を盗むのはどうかと思うな。それかは失礼そのはいかんな。うん、返しておあげ。持ってませんよ、あんなもの。どうしたんだ。売り切って売ってしまいました。何、売ってしまった。なんだ、売ってしまったのか。それじゃどうも仕方がないな。北村さん、いよいよ、これですな。いや、実はね、ここだけの話ですが、この代わりの品を見つけましたね。ああ、代わりの品を。もちろん、偽物ではありますがね。何、素人には鑑定がつきませんからな。なるほどね、便利なものがありましたな。いや、しかし、本物に越したことはありませんがね。まあまあ、腹切りだけはどうやらごまかせますからね。うん。あ、ごめん。いや、ごめん。森田屋の親方が300両をもらってこいと言ったんだが、お前何か姉さんから聞いていなかったのか。それです。それを持ってんだ。どうして300両を森田屋へ渡すんだ。おい、ひろこ、何か訳があるんだろ。ん、おい、なぜ黙ってるんだ。おなみさん、どうしたんだ。姉さん、どこにいるんだ。はい、あっちに俺の顔見ろ。貴様、はっきり物が言えないほど少年を使ってるのか。先生、ごめんなさい。姉さんは私のために昨夜身売りをしました。なんだ、身売りした。どこ行ったんだ。よくわかりませんけど、何でも稲荷おこしをとったの。稲荷おこしを。じゃあ、高知山のうちの近所じゃない。大丈夫ですかね。何が大丈夫ですか。何がって、金子先生のことですよ。本当の相手は知ってみようですね。何色気づいてやんな。女の子いたって始末は悪いもんですよ。出かけたのはしょうがないですよ。もうやがて日が暮れます。そうだな、ここに来ても少し遅すぎるな。だから言わねえこっちゃねえんですよ。出かけるときから嫌な顔してましたね。ひょっとすると野郎、金持って逃げやったな。あんた本当に熊に好きなの。いや、行くとも。あの山の中で嫌でもうても二人きりよ。5年には及ばねえ。下草くんだりまで落ち延びるようじゃ、甲子園はもう不運のせいだ。おい、いいか。あ、来たよ。いつはどうした。あ、じゃあちょうどよかった。いったんだ。おめえよく首にならなかったな。首が助かったんだね。どうしたの。どうした。おなみさんいなくなったんだ。どうした。身売りだ。身売りをしたって。身売りした。うん。いや、わけは後で話すな。その身売りをした先がこの近所の稲荷横丁だし、お前じゃ何か心当たりない。稲荷横丁で。うん。待てよ、どこだろうな、この辺でそんな関与してる。行った。分かった。分かった。向かいの店長だ。あの野郎、前言の手先みたいな代物なんだ。一緒に行こう。ごめんなさい、こっち入ってこない。どうしたのなんだ。とにかく2階上がって詳しい話。分かってくれ。2階上がってます。今日は誰も2階上げちゃいけねえぞ。おめえの姉さんすらいい人な。さあ、立てよう、出てくんな。え、6両ですか。この証文には300両って書いてありますよ。それは証文ずらのことだよ。どうしてと。分からねえな。お
お前まだ世間のこと知らねえからそんなこと言うんだよ。ありがとうございますって受け取ってきゃそれでいいんだよ。そんなバカなことありません。私は嫌です。まあいいや。話はあるんですけど。な。とにかく、一応お前名前書け。な。ごめんよ。お、ヒロだろ。おや、ヒロいます。え、ヒロ。逃げ寄ったって逃げられないしねえんだぜ。てめえ、よくもミツルを殺したな。死んだ女に未練はあれやし、昨日もおなみに話した通り、三百両の耳を揃えてもらおうか。おい、健太さん、お前三百両親分に渡してくれ。何言うんだ、お前。百両でいいんじゃないか。ほんと、健太。てめえ、こんなところに何しに来てんだ。これは、森田屋の親分さんで。おい、健太さん、お前三百両の証文をこの通り出してるんじゃないか。あんまり人ばかりすんなよ。森田屋の親分、こいつを見てください。おなみは身売りをしたの。誰が身売りさせたんだ。お前さんが姉さんを責めたばっかりだ。とにかく300両の金はこの人から受け取ってください。おい、ヒロ、そんなお前。変だ。え、ふざけたまねをしやがって。あ、あ、そ、そ、おとりめえじゃねえよ。てめえにこんな勝手なまねをされたまるもんか。そしておなみはどこにいるんだ。え、まだ足の手があるんですが。高い持ってきゃ500や600になろうってたまだ。よし、で、てめえこれから行っておなみを俺の家に連れてこい。え、シュワちゃん。おい、ケンタ、え、来い。え、300両さえあれば身売りをしなくても済むってな。で、その300両は俺が引き入れば。何、決定することはねえ。その金の工面なら、わしが片方を担ぐのじゃない。何か心当たりがあるか。年を取って、こうというところもね。そう。実はな、俺は300や500の金なら、少し考えていることがある。で、こっちにびっくりするもんじゃない。何よ。お、どうした？今までそこにいるんだよ。じゃあ、ここまでいない。もし、あっちの時間が変わりないんだ。わかるんだよね。え、知らないか？知らないか？え、出た。え、今やろう。あったよ。え、一人だった。女はすごい。いや、もうどうだって。本当に逃げられた。逃げられてたまるもんだ。いや、あったよ。素晴らしいやな。本当だって、本当に。あ、待って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 、今、どこへ隠したんだ。決まったな。あ、隠れる。いや、僕は逃げる。いや、わしはそのつもりで世話してね。あの、待ってよ。おひず、おめえそこにいくらもって。いくらってお前さん。給料もあればいいんだ。だってお前さん、金に出るお金ありるんだよ。わかってる。明日になれ、金の出来で当てがある。これで段取り。うん。数はできてる。どう転んだところで首が危ねえ仕事だよ。私はな、それで人間になったような気がするよ。私はな、今まで無駄道ばっかり食った男だったな。それがだ、今度はそれじゃないだろう。そのために喜んで死ねるような人間生きがいじゃないかな。明日の晩は旅出るんだ。おめえもそのつもりで下来てくれ。ええ。おめえどうかしたのか。いや、どうもしやしないよ。ええ、どうもいよいよ、今日明日だ。どうぞ。お名残に取らずまた来ようか。俺らひょっとすると明日まで帰らないかもしれない。二階の娘さんのことはおめえに頼んだで。いいかい。明日はおめえと二人で旅出るんだ。おなみは逃げた？ええ。どこへ逃げたか皆目わけわからないってんで、ケンタの野郎なーってやったらあれやじゃねえや。バカ野郎め。いい加減しろい。まるで人ごとのように話をしやがる。聞いてる俺の身になってみろ。こいつ逃げられちゃ元も子もたまらしだ。そうですね。何？おいよ、あっしは探してみます。当たり前だ。
明日の朝までお波を連れてこい。え、みんな、武士と一緒に手分けして探してこい。おい、みんな、手貸してね。親分、それたまねをしばらく処しねえぞ。姉さんはどこにいんです？姉さんを返してください。その身を受け入れてくれ。俺の子で来てくれた親分、姉どこにいるか知らねえのか。お願いですから、そんないい加減なことやないで姉さんを返してください。せーのだ、牛、誰かいねえか。おや、え、どうしようだ。え、口を痛くなるやつよ。だって足の皮が丸すぐるさ。姉ちゃん、帰ってきてくれ。私、すぐ後から行くから。行ってまいりな。誰だ、行ってないよ。品川の魚屋の中だから、板が出ましたからって300で受け取ってきたでしょ。今夜はこれ約束でね。それが工事。あんさんのメーターが足の先が一体どこにあるやつ。まるでのっぱが引きを逃がしたようなもんで、どこを探したって、影も姿も荒波の泣きの涙でさ。わっ、どうした今夜やってないんで。そうそう、じゃあ庭でちょっと待たせてもらって。行けないよ。二階段で曲げちゃいけないって親方が言われてるんだからね。そうですか。うん、ええ、我が家に来て言うてんですね。それでも二階何かあるんですか。あれだ、もしや二階に、私はね、すっぽりにしてくるからケントさん、留守を頼んで。うちの人が落としてんだから二階走っちゃいけない。会として同会殿にはご苦労に存じます。出雲の神へ御用の向きを仰せくださいます。矢のお使いと申すのは与の木でもございます。突然ながら出雲の神様ご所持の小塚を拝見いたしてもございます。小塚でございます。小塚、小塚、はい、いやいや、節操の拝見いたしたいのはそのような小塚ではございます。当家の長宝後藤雄城の小塚です。昔当家のご先代が将軍家より拝領いたされました。あの小塚何とぞ拝見いたしたい。実は上野の宮が先日去るところでお求めなされた小塚がやはり後藤雄城の名作です。それをふとしたことから上様がご覧になり、それは先年出雲の神に使わした小塚に瓜二つじゃと仰せられました。がしかしその小塚は天下に二つないという名作。では二つない小塚は二つあったと申されますか。不思議なこともあるものでございます。ながらおそらく上野の宮様のお求めになった小塚が偽物でございましょう。あよ、お当家にその小塚がござればな。何と言われる。ではこの出雲の神がその小塚を紛失したとでも申されるのか。いやいや、それ多くも上様より頂戴いたされた小塚、滅多に紛失などいたされるはずはござるな。天下に二つとないという小塚が二つ出てまいるはずもござる。じい、そっちは知らんかな。那須っていうのが昔将軍家から頂戴された小塚があったな。はい、後藤雄城の名作じゃ。軍事ってほしい。どこにゃ、持ってまいれ。これは確か、天君様が
田村大膳殿に交わされましてございます。大膳に？これ大膳を呼べ。この小塚が偽物であることは誰にも言ってないだろうな。はい。誰にも言うなよ。それとなし父上が将軍家から頂戴された後藤祐城の名作。なるほど。世には二つとない小塚。なるほど。ごちそう。お間違いはございますまいな。なるほど、よく似ておりますが。何？出雲守殿、無人は知らず、この道界の眼はくらませませんぞ。何とも知らず。この小塚は後藤祐城の策ではござらんぞ。ご子孫には何を証拠にさようなことを申さる。この小塚はよくできている。ほとんど本物もそっくり。しかし偽物は偽物。このところをよくご覧なさい。浮き差しならぬはここのところだ。本物の小塚なら。ごちそう。しばらく。しばらくお待ちくださいませ。何者じゃ。それが当家の家老、田村大膳と申す者。その大膳が何の御用。失礼ながら、この小塚は千君様が将軍家よりご配慮の小塚に相違ございません。決して偽物ではございません。なんと。はい、決して偽物ではございません。大膳は知っていたのか。は、大膳、でもこの小塚は。あの、とれも、なぜそのことを早く申さんのだ。出雲の神様、大量の小塚紛失いたせしこと、上様のお耳に入れば、ただこのままでは済まされませんぞ。拙を直ちに差し替えて、上野の宮へこのことをちょっと思いましたが、邪魔なところへ来た北村大膳。何とぞご子孫より上野の宮へよろしくお伝えくださるようお願いを申し上げます。出雲の神様、この小塚は確かに上様より拝領いたされたものに相違ござらん。さすがに天下に二つとない後藤祐城の名作、立派なものと上野の宮へ申し上げることにいたしましょう。ありがたきお姫。大膳、愛なるべくは山吹きのお茶が頂戴いたし。大事でございます。何事に。さっき来た
お客はちょっとあれインチキでございますよ。あれは偽物でございます。それぞれ偽物ではない。俺は正真正銘武藤雄二の作者。大丈夫な目つくれやと申してるよ。それこっちかは本当は武藤雄二のものに声がございません。いや申し及ばぬ。いやその偽物なんですよ。その小塚のさっき来た人間はありゃ偽物です。あの坊主が偽物でございますよ。何？いやあの坊主は偽物の語りでございます。坊主の語り。はい。なぜ早く申さんのじゃ。あ、殿に正し申し上げるのだな。殿に正し。ほら料理、これ料理。どちらが偽物じゃ。もう一度はっきり申せ。坊主か小塚か。あ、坊主でございます。何か金はできてね。どうした？娘がいない。まだいない？2階の娘がいないようだが、どうした？さっき奈緒さん人連れてきましたね。奈緒が連れてきた？他の人じゃないし、奈緒さんだから大丈夫だろうと思って。もうどこ行ってますか？さっき仮にあいつのうちに寄ったんだが、誰もいなかったって。早く金渡してやりてんだ。それであんた、あの子の目受けの金はできたの？金はできたが、ちっとばかり身の回りが危なくなってる。ねえお前さん、さっき役人が訪ねてきたんです。どうしたの？おばあ誰だ？へい、森田駅からもんだな。どうか箱を開けなくて。おばあ、火は捨てられんか。それだ、俺たちも今、白太郎を探しているんだ。いや、火は捨てないんですよ。白がどうかしたの？知らんんですかね。親方が知らなかったんです。何、無理だよ。親方、お願いしてきますよ。白の人を変に隠し立てました。お前さんたまによくありませんで。お願いします。お願いします。どうぞ。それ、やってるから、みんな他を探してね。よし。なおはどこ行くとも言わなかったのか？ええ、なんとも知ってませんでしたよ。一旦聞いたから。え、ひろ！お、どう？お前らだ！やるぞ！な？姉さんおりませんか？私に姉さんおりませんか？森田は私がバラしました。だから姉さんにもう心配はいらないってそうおっしゃってください。お世話になりました。私はです。待て待て、おなみさんはおめえが連れてきたんじゃねえのか？なんですって？私は姉さんを探しているんです。探してる？おめえ最近行くか？私知りませんよ。どこだって知らない。私知りませんよ。いつの間に亡くなったんだろう。なってやった。俺の気持ちが分からねえ。ナミさん、どこへか来た？言わねえか？なんで？あんな子供みたいなやつに掘りやがって。何を？え？お、おしい。開けるぞ。おい、開けねえ。おい、おい、なんだよ、お前さんたちや。お姉さんで言わねえんだ。シロの野郎が来てるはずだ。そのけ。嫌だ。お前さんたちの一歩だって入れないよ。強情な山だな。やい、ヒロ、てめえも男なら表に出てこい。よし、今出て行ってやる。あれが耳にとてもないから帰ってくれるぞ。待て。お前、その苦労じゃ分からない。ん？お前が死んだら、お前さんはどうなると思ってるんだ。待て。おい、内山の親方。ヒロを出さねえと、かわいそうだが、あれさんの命がねえぜ。よし、お前出て。踏まれてくれ。お土産だな、引けるだ。踏まれてくれ。今にその見殺ししたら俺を音がしてるんだ。あっ！
殺せねえ。目みてえな鬼性の男がしたるもねえもん。今んぞやけどもそれ虫だ。逃げてんにしの甘酒でも飲めちゃう。おい、早くかけろ、早く。こちらの親方、早く死ねえと姉さんの命が危ねえぜ。いつだってお前、いいからお前は白を連れて逃げてくる。お前姉もどうする気だ。それでお前気がするのか。いいからここはわしに任せといてもらいたい。いっさん、嫌なことだが、あいつは俺の女房だ。高知山の女房だ。おなみさんどこやった。おなみさんは品川の相模屋、健太が連れて行きました。品川の相模屋へ。潮時に取り残されると恥が多いというかな。よし、おる。早く逃げてくれ。よし、逃げよう。
Thank you.